七だから七に選ばれたんじゃないかって、ーオーディションです。ーオーディションなんですンなんです、ねはい、オーディション。ちゃうと結構全部ネタバレになっちゃう。お前はならねえよ。<laughs> じゃあキャラなのか役のとなのかを皆さんにちょっとご紹介いただけました。はい。あのあ、七だから七に選ばれたんじゃないかってあの皆さんに言われるんですけど、ちゃんとオーディションです。オーディションです。オーディションです。か水木奈々オーディションなんですか。そうですそうですそうです。マジ？オーディション受けてます。そうなんです。で、あのまさか 決まるなんてと思って<ー>もうびっくりしたんですけれどもあ<ー>で、あのー、この、えー、ナナは、ま、あの赤ちゃんの恐竜で<ー>で、あのー、本当そのなんかこう純粋無垢な、えー、キャラクターなんですけどあ,の、まうん、ある事件があって、うんえー、河原で一人いるところをシロが見つけてくれて、うん、野原家にやってくるという。うん でそこから本当に何か白があの野原家にやってきたような行きさつでやってくるんですよね長くそうなんですそこがやっぱりすごくこう。 あの小さい頃から「クレヨンしんちゃん」を見てた私としては,はなんかこういった形でそのしんちゃんのファミリーに加われるなんてすごくもう胸が熱いわと思ってでそこからその野原家との,この絆が生まれていくんですけど本当に大事なあの物語のキーになるキャラクターでそう,そうなんです言えないことがいっぱいあるんですよ。しですけど 難しいんですよね声をやるにあたってちょっと難しかったなとか、はいはい、ここちょっと困ったなとかっていうのもあったんですか そうですな何といってもやっぱり「な」しかしゃべれないのでもうそこにすべ <laughs> ての思いを込めるために本当にこう台本を読み込んでん実際なな「な、ま、はあ、こういうことを伝えたいんだろうなっていうのをまず言語化して、えー、でそれを「な」だけにどう込められるかっていう,もう何回もだからリハーサルでいただいた VTR を見てでもう台本も読み返して収録に挑みました。人間のキャラクターを演じるよりりも本当に難しいなってやっててやぱり改めて思い ましたしあのしんちゃんたちともコミュニケーションをとりますけど白と、はい、コミュニケーションをとることがすごく多いので、うん、この,あの恐竜と犬っていう <laughs> お互いに言葉を持たない者同士がどう,こう噛み合っていくのかっていう,こうアドリブのシーンもすごく多いんで。 で映画だからこそ、はい、本当にカット数が多くてものすごい動くじゃないですかだからそこにどれだけ自分の思いを乗せられるかってすごく難しかったですあすごいね秘話が今たくさんありましたね全部言語化して書き出してたとかオズワルドのお二人はいかがですか、はい、いやこんなプロ意識の塊のとに <laughs>、ね、<laughs> すごいですよ俺たち今こんな思い,よねいやいよね、うん、今回あの声優 として、はい、あの携わるというのは、はい、経験としては、初ですか。えっと、ね、そうですね、あのアテレコぐらいのことは、うん、やったことあるんですけど。<ー>こんなにアニメ長編で、がっつりやらせてもらうったのは、初めてです、ね。やっぱめちゃくちゃ難しかったですね。ぜひあのご自身の役の、ね、ちょっと見どころであったり。はい、どういったキャラクターなのかを、皆さんに、伊藤さんからもお願いします。そうですね、あのー、やっぱ必ず、クレ黒石ちゃんの映画。 には、えーうん、こういうやつがいるなっていうところの、まあ、小ずるい悪役をやらせてもらったんですけどまああのほぼ僕だったんで、はいうん、あんモな,な伊藤っていう名前もあってあすごい愛着は、はい、あいつうん、うん 心悪いやつではないんですよだからそこだけちょっと分かってあげいいとこもあるんだとょうか田中さんいかがでしょういやでもこれ言っちゃうと結構全部ネタバレになっちゃうんでお前はならねえよあんまり深かない3個としか喋ってねえだか見つけてくださいこっちがどこにいるか言えることないんですよね言えることねえよそれはお前ネタバレになっちゃうからそれはねえだろ言えることお前はいやでもねやっぱこの水木菜さんは全く一緒になっちゃうんですけどならねえよななめんなやこれ難しいですけどどうでしょう。受けろお前も <laughs> あのー、結構、ね、セリフが少ないって今言いましたけど、はい、少ない分やっぱりこの一言一言にね、うん、こう込める思いというのがやっぱりだいぶ違ってきますのでちょっと一言だけ教えて,ていやこれ言うとネタバレになっちゃうんで <laughs> 大丈夫大丈夫大丈夫一個だけ一応いいですかこれから見るから楽しみにしてると思うんですけど一 <laughs> いい、はい、個だけ言うとしたら、はい 思いとかないからそれイエーイに込めた思いっていうのはやっぱそう思いとかないから別になあのこの僕が演じたチュという三葉チュのチュという役なんですけど僕本名がユウっていうんです畑中ユウっていうんですけどそれを僕のために作られたキャラクターらしくて違う違う違うお前チュをお前当て書きされてるとしたらクレームいっていいと思うけどいやでもなんか本編で描かれてないんですけど来年の夏にチュ中のスピンオフの映画ができるかっていうのもか聞いてて。 5分持たないだろ、う中のスピンを注目してほしいですね、このマジで当ててみてお願いしまんよろしくお願いしますありがとうございますね、きっと役作りにもすごく時間をかけたとなんでそっち側に行けるの優しいますっちょっと二ヶ月ぐらい、チューの衣装で過ごしてましたからね衣装とかない俺、どんな格好だったかも思い出せないよ、チューが